仕事ですか？はい、頑張ります。どうすればいいやる。シンジケートはこんなに広いのに、まさかカメラを使える人が見つからないなんてな。バカスタッフちゃんもあの日は胸を叩いて全部任せてって言ってたのに、結局こんなものを持ってきたある。ふん、やっぱりみんなから愛されるこのガオ様が自らやらないとな。たかがカメラマン、今日この街でひょいーっと一人を探してみせるある。お願い。あ、何の子やる。ガオ、いたった。何か硬いものがガオ様にぶつかってきたある。すみません。痛いなら救急車を呼んできます。わっ、ヘルメットが喋ってある。あの、ヘルメットじゃないです。今はとても大事なことがあって、ぶつかっちゃって本当にすみません。おお、わかった。お前の誠意ある謝罪に免じて、ガオ様は許してやるある。次はこんな危ないことをしちゃダメあるよ。ところで、大事なことって何あるか教えてもらってもいいかな。もしかしたら素材として私の映画で使えるかもね。あの、私、追いかけられているんです。捕まったら、私は…彼女を逃がすな！早く追いかけろ！あのニューシティの毒眼悪魔を捕まえれば、とんでもない手柄だぞ！あの人たちが来ました。先に行きますね。あの、ぶつかっちゃって、本当にすみません。おい、どこに行くつもりある。そっちは下水道ね。それに写真も忘れてるある。写真？生活から抜け出せるのでしょう。
生活？ヘルメットをかぶる生活あるか？それはニューシティの時と同じような。どうしてここに。私はもう謝りましたけど、私をいじめないで。これと、それからこっちの写真は全部ヘルメットが撮ってあるか？はい、そうです。お前があのカシャカシャのカメラを使えるなら、ガオ様の映画のカメラマンにふさわしいやる。でもこれらはただ適当に撮っただけですけど、いきなり映画を撮るだなんて無理ですよ。安心するね、ガオ様の目に狂いはないやる。ヘルメットの写真が上手なら撮影もきっと上手ある。私の故郷にこういう言葉があるね。位置を聞いて、なんだっけ、位置を聞いて邪推する。あれ、なんか違うわる。どうでもいいやる。早くこのガオ様の撮影チームに参加して、一緒にディスの映画界で一暴れするね。でも…私の脚本にヘルメットの撮影、私たちが作った映画は絶対にディスで大ヒットするある。来ないで。それにガオ様の撮影チームに入ったら、お前のために脚本を書くある。ふふん、ガオ様が練りに練った脚本は普通の脚本とは一味違うある。全然見えないです。それはスーパー S 級の脚本。演じてくれる人がいれば歴史に名を残すのも朝飯前ある。さあヘルメット、座るある。私が詳しく説明してあげるね。今は参加したくなくても、ガオ様の無敵な脚本を聞いてくれればきっと参加したくなる。ある、本当ですか？では内容の脚本なんですか？もう決まってるある。勇気をテーマとする映画を撮るね。そうあるよ、そろそろ名前を教えてくれるよな。主人公に名前がないなんておかしいある。私の名は